日吉神社は、愛知県名古屋市名東区上社にある神社。日吉神社の創建年代は不詳であるが、上屋城村の丘の上にあった、三能社は、古くから陳寿社としてこの地の信仰の中心地であった。社像には1640年の棟札があり、また、漢文村村覚え書きの掲載から、創始は江戸時代以前に遡ると思われる。現在は、 高層建築に覆われて見ることはできなくなったが、かつて、日吉神社の奥の院の頂からは、鬼門、牛虎の方角に霊峰武竹山を望むことができた。言い伝えによれば、日吉神社の宇じこ中による歌木信仰が始まったのは、創建当時からで、この地には、伊勢に7度、熊野に3度、日吉歌木100度参りという言葉が今に残されている。また、 うじ子総代による年に一回のうたき参拝は、現在も欠かすことなく続けられている。日吉神社の奥の院まで続く階段は48段、頂には、神石と霊人碑が座している。神石は、御嶽山頂の御嶽神社から排除し、この森の頂に鎮座されたと言われている。霊人碑は、御嶽山から神石を持ち帰った先人たちの偉業と、 見客を忍び立てられたと言われている。現在、人跡は、足の日また、勉学の日、そして、霊人日は、勇者の日として尊ばれ、これに触れ記念すれば、すべての人々に、御岳明神と、その信仰を守り続けた先人の御霊のご加護があると、信じられている。ありがとうございます。